山本周五郎作、みかん畑。一、えのきの辻を曲がるとすぐ、向こうから来る若い武士を見て、しのは、ああ、杉谷様だな、と思い、頬が熱くなるように感じた。けれども、旅走しているし、後ろに引き添って、やはり旅ごしらえの若い婦人と、4歳ばかりの子供を背負った下僕が一緒なので、一度は人違いかとも思い直したが、無論人違いではない杉谷伝三郎だった。それで志乃はすれ違う時、黙礼をしながら本能的に連れの婦人を見た。22、3になる上品な人だったが、青ざめたどこかしら疲れたような顔立ちに見えた。疲れているのではなく、そういう感じの顔立ちなのだ。そこは武家屋敷と町屋との境にあたるところで、ひっそりとした道の上に、5月の真昼の日がまぶしく照りつけていた。杉谷と連れの人々は、誇り立つその道を、大浜の船着き場の方へ静かに曲がっていった。あれはどういう方なのかしら。しばらく来てから、志乃はそう思ったが、格別詮索してみる気持ちもなく、用事を済ませて、秋津の家へ帰る自分には、忘れるともなく、忘れていた。夕げの時だった。兄の給仕をしながらふと思い出したので、今日、お城下で杉谷様にお会い申しました。と何気なく言った。旅僧だったこと、若い夫人と子供が一緒だったことなど、思い出すままに言ったのである。すると兄は不意に、驚かされた人のように目を見張って妹を見た。それからしばらくして、後で話がある、と言い、そのことには触れずに座を立った。そこで初めて志乃は不安になった。話というのは、杉谷様のことに違いない。何があったのだろう。話とはどんなことだろうか。いろいろ考え回したが、まるで見当がつかなかった。早く話を聞きたいとも思い、また聞くのが恐ろしいようでもあって、いても立っても落ち着かぬ、イライラした気持ちに責められたが、日が入ると間もなく、兄には来客があった。秋田郡で作っているみかんが大層成績を上げているので、この田辺寮でも作ろうという話が、この頃しきりだった。その夜の客もその相談らしく長いこと話しふかした上、十時を回った自分、ようやく帰っていった。一緒に客を送り出して戻ろうとすると、兄の新左衛門が、私の今へ来ないか?と言った。茶でも入れて、はい。志乃はその時、何やら身内が寒くなるように感じたのを覚えている。兄の今は、母屋の一番奥にあり、周り園の先まで戦地の水が来ていて、カエルの声が広い屋敷内の木立に反響するほども高く、泣き競っていた。行燈を脇に対座して、茶をひとすすりすると、兄は下をもな口調で、お前にはつらい話だが、と言った。それはいきなり許しを請うような調子だった。実は杉谷との婚約が破談になったのだ。破談は向こうから申し込んできたものだ。お前に、相談してとも思ったけれど、理由はその必要もないほどはっきりしたものだった。
俺は今ここでそれを話したくないと思うが。シノはうつむいて、静かに小内輪で蚊帳火を仰いでいた。瓶の毛一筋、揺るぎも見せなかったが、心の痛手は抑えかねたのであろう。その苦しさを漂白するもののように、立ち上る煙がしどろに右へ左へなびき伏していた。おっしゃってくださいまし。しのはうつむいたままで言った。私、大丈夫でございますから。そうか。では行ってしまおう。その方がかえってさっぱりするかもしれぬ。新左衛門はうなずいて言った。実は杉屋には隠し妻がいた。今年4歳になる子まであるというのだ。今度急に和歌山の御本庄詰めとなるにあたって、その始末がつかず、万事休して、お前との婚約を亡き者にしてくれと言ってきたのだ。しの、許してくれ。この縁談は、俺の軽率だった。杉谷を見損なっていた。俺が悪いのだ。許してくれ。二、人は大きな不幸に当面するとしばしば運命ということを考えるものだ。その夜、人よ、しのもそのことを考えふかした。しのの家は清川という姓を持つ豪氏で、紀伊の国、室郡の秋津では資産家としても指折りのうちだったが、早く父母に死別した後、広い屋敷の中で兄弟は心寂しい生い立ちをした。電池山林の管理をする親族もいたし、家族の数も少なくはなかったが、そういう人々のどのような親切も、蓋親のないお寄付師の虚しさを補ってはくれなかった。兄弟は6つ違いだったけれど、互いにぴったりと寄り合うようにして育った。悲しみにつけ、喜びにつけ、片時もお互いなしには過ごせなかったのである。新左衛門は8歳の時から田辺の城下へ学問を学びに通っていたが、12歳になると剣道の稽古も始めた。町道場ではあったが、師範は降りた力といって、金田流の達者の名が高かったから、田辺の城からも教授を受けに来る武家の子弟がかなりあった。ある日のこと、それは降りた道場へ通い始めて2年ほど経ってからのことだったが、新左衛門が笑いながら志乃に向かって、今日はおかしな男にぶつかったよ、と話し出した。こう立ち会って面を一本取ると、そいつめ、もらったと言うんだ。バカなことを言うなと思って、踏み込んで今度はしたたかに銅を取った。ところがまた、もらったと言う。尺に触ったから、お前は自分の勝ち負けも、わからないのか、と言ってやった。するとそいつは、いや、面へ一本、銅へ一本、確かにもらった。勝負はわかっているよ、と言うんだ。参ったというのが嫌なんだな。よっぽど負け惜しみの強いやつだ。その話は、しのにもおかしかった。いかにも、負け惜しみの強い強情な顔つきが、しのが12歳になった年の秋だった。明日ここへ杉谷が来るよ。
兄がそう言った翌日、伝三郎が秋津へ訪ねてきた。色は浅黒かったが、眉目の秀でた、どちらかというと神経質な顔立ちをしていた。志乃はその時の驚きを忘れることができない。杉谷伝三郎は志乃の想像した人柄とは随分違っていた。話しぶりも立ち居もおっとりと静かだった。その日は柿を地層することになっていたので、兄が自分で木に登ってもいだ。その間伝三郎は木の下に立って見ていたが、片手を腰に当てて、ひっそりと振り仰いでいる彼の姿は寂しかった。それは十二歳の志乃の胸に染み入るような寂しい姿だった。負けても参ったと言わぬ強情さ、激しい気性などはどこにも見えない。むしろどこかに悲しみを隠しているような、それをじっと押さえつけているような人柄だった。思い返せばその時志乃は自分と伝三郎との間に不思議な目に見えぬ糸がつながるように感じたのであった。杉谷はそれからしばしば兄弟を訪ねるようになり、彼の身の上も少しずつ分かった。伝三郎は安藤家の番頭の次男で、本姓は時山といい、井一郎という兄があった。杉谷は母方のせいで、彼が7歳の時、その名跡を継いだのである。清川兄弟と往来するようになってから数年、兄の井一郎が城主、安藤義門に直訴することがあって、歓喜をこうむり、伊一郎は追放の処分を受けて退国した。杉谷を継いでいた伝三郎には咎めはなかったが、彼の悲嘆は大きかった。その上、伊一郎はまだ独身だったので、そのままでは時山の家名を耐えてしまう。伝三郎の悲しく苦しい立場を身にしみて感じたのは、清川兄弟だった。それが一層両方を近づける機縁となり、やがてどちらから口を切るともなく、志乃との婚約が結ばれたのであった。三、伝三郎との縁は、そういう浅からぬつながりの上に立っていた。単に年月の上だけではない、心と心とも数々の行く立てを経て固く結ばれている。新左衛門の話は確かに志乃を打ちのめした。心を引き裂かれるほどの痛手には違いなかった。けれどもあまりに意外であるためか、四歳の駒である隠し妻を持っていたということがどうしても信じられなかった。世間に例のないことはないし、現に志乃はその夫人を見ている。真昼の日の眩しく照りつけるえのきの辻で、旅姿の伝三郎と一緒に、その人は大浜の船着き場の方へ曲がっていった。その時の姿はまるで、覗き絵でも見るように、まざまざと思い浮かぶ。けれども本当にそれは、覗き絵でも見るように、しらじらとした、自分には縁の遠い情景に思えた。兄の話も、その時の伝三郎の姿も、自分の知っているその人ではない。まるで違うのだ。どこかで、糸がもつれた。志乃はひたむきに、そう思った。私には信じられない。ただ、どこかで糸がもつれているのだ。志乃は笑わない娘になった。その年の秋、
兄が結婚したので、屋敷内はにわかに生き生きと動き出した。部屋部屋の彩りが華やかになり、客の出入りも多くなったが、篠だけは一人ひっそりと新しい生活の流れから離れて暮らした。年が明けて19になると、普通には忌み年とされているのに、縁談がいろいろと持ち込まれてきた。兄嫁の実家にちょうど似合いの人がいるそうで、その話が一番熱心に繰り返された。しかし篠は、かぶりを振り通した。縁談というと固く口をつぐんで、ただ、かぶりを振るばかりだった。ある時、たまりかねたように新左衛門が、お前、水屋のことがまだ、諦められないのか?と少し、厳しい調子で言った。それは未練だぞ、しの。噂によると杉谷は、ご本庄詰めになってから間もなく、勘定方へ勤め、本世、時山を再興するお許しも出て、今、家中から嘱望の的になっているそうだ。おそらく家庭も平穏無事に収まっているだろう。しの、強くなるんだ。お前にとってはすべてがこれからなんだぞ。厳しい調子の中に妹を立ち直らせようとする愛情が脈打っていた。深くうなだれたまま、はい、はい、とうなずくだけだった篠は、それから間もなく、山の五反田をいただきたい、と言い出した。私、百姓がしてみたくなりましたの。思いがけないことで、新左衛門にはすぐに返事ができなかった。あそこに、わら小屋があったはずです。あれに少し手を入れれば、寝起きくらいはできるでしょう。正室に来てもらって、百姓のいろはから始めてみたいと思います。微笑さえ浮かべながら、まるで晴れ着でもねだるような言葉つきだった。新左衛門には妹の顔が見られなかった。その微笑の下には、昇進を忘れようとする懸命な努力が隠されている。たとえそれが思い詰めたあまりの当座の気まぐれだったとしても、それで気が紛れるならと思うと、拒むことはできなかった。あそこは、みかん畑にするつもりなんだが、と新左衛門は、つぶやくように言った。だが欲しければ、好きにしていいよ。一度一緒に行ってみよう。それから2、3日して、二人はそこへ電池を見に出かけた。清川の篠様が百姓におなりなさるそうだ。そういう噂が村里へ広まる頃には、篠は老木の正七と一緒に山の小屋へ移っていった。そこは、秋津から北へ一里余り入った山の中腹で、後ろは段上りに三つ星山へと続いている。俗に五反田と呼ばれるのは、その中腹に開いた棚田であり、作るには不便だが、良質の米が取れるため、他にも地主の2、3がそこに電池を持っていた。けれども当時は有田郡のみかんを移すことが流行して、そこも多くはみかん畑になり、稲を作っているのは清川の持ち地だけになっていたのである。篠は1丁余りある電池のうち、まず3反部だけ自分で作ることに決めた。場所は東南に面した申し分のない位置を占め、
水の都合も風通しもあつらえたようである。移ってきた初めの日だった。しのは棚田の一番高いところに立って、周りを見やりながら清七老人に言った。ごらんじいや、向こうでもこっちでも棚田を潰してみんなみかん畑にしてしまう。こんなことでいいのかしら。農の道というものは、米を作るところに根本がある。おじいさまがそうおっしゃってたのを聞いたことがあります。収入が良いからといって、田を潰してまでみかんを作る。こんなことでいいかしら、じいや。こんなことで。だが、お嬢様のおかげで、お屋敷の田だけは残りました。老人は手の甲で、額をぐいとこすりながら言った。道はどこかに続いていくものです。四。しのはほとんど里へ降りてこなくなった。兄の家では、男の子が生まれ、次に女子、続いてまた女子というふうに、めでたいことが続いていた。屋敷の一部を改造して、家を建てましたとか、みかんに使う蔵を二峰作ったとか、いろいろと知らせは聞いたが、しのは決して山から降りて行かなかった。こうして七年という月日が経ったのである。しのが26歳になった年の夏だった。ある日のこと、見知らぬ婦人が一人、山の住まいへしのを訪ねてきた。ちょうど田の草取りをして上がったばかりのしのは、汗を拭くのもそこそこにその婦人と会ったが、相手の顔を見るなりさっと、青くなった。あの時の人だ。8年前の5月、城下のえのきの辻でちらと見たあの人だ。杉谷伝三郎に引き添って、誇り立つ道を大浜の方へ去っていったあの時の婦人だ。その時の疲れたような顔立ちが、今、目の前の人の上にありありと、よみがえってくる。しのの体を旋律が走った。私、時山かねと申します。夫人はそう言った。そう申し上げれば、あなたには私がどういうものかお分かりでございましょう。存じています。しのの声は、冷たかった。夫人はうなずいて、でも私はあなたを存じ上げませんでした。と言い、すり寄って手を取りたいとでも言うような感動のあふれた目でしのを見た。あなたという方のいらっしゃることを知っていましたら、私にも考えようがあったと思います。でも、あなたはすっかり事情をご存知でしょうか。私が亡き時山一郎の妻であったこと、伝三郎殿の妻ではないということを。しのは突然、打たれでもしたように状態をそらしながら目を見張った。私、備前の岡山藩に仕える足軽の娘でございました。亡き夫が当地をご追放になって岡山へ参り、不思議な縁で結婚いたしましたが、子供が4歳の春、夫、伊一郎は利病を患ってにわかに亡くなったのです。臨終の時夫は、紀伊へ帰れと、申しました。
帰って辰之助に時山の亀を継がせてくれ。これがただ一つの願いだ。それが遺言でございました。こちらへ参って、伝三郎殿に申し上げましたが、まだご歓喜の許しないものの子ですから、方法は一つしかありませんでした。そして、ご存知のような形で、和歌山へ参ったのです。幸い先頃、伝三郎殿が、時山家の亀を継ぐことを許され、辰之助を後目に届け出て、これもお聞き届けになりました。この子が15歳になれば、伝三郎殿は亀を譲って、再び杉谷の名跡をお立てなさるはずです。篠様、客は初めてこちらの名を呼んだ。伝三郎殿は時山の亀を立てるために間違いのない方法としてあのような手段をお取りになったのです。あなたという方のあることをもしあの時私が知っていましたら何か他に思案があったと思います。けれど私存じませんでした。つい4、5日前に初めて伺ったのです。それでお尋ねしてまいりました。篠様、申し上げたことは分かっていただけますでしょうか。その時、篠の目にはいつか初めて秋津の家へ訪ねてきた時の伝三郎の姿がまざまざと思い浮かんだ。柿の木の下に立って、片手を腰に当てて、木の上の新左衛門を振り仰いでいた。あの寂しげな姿が。あれから8年、篠様、あなたは事情もご存じなしに、よく待っておいでになりましたのね。待っていらしたと言っては、違いましょうかしら。私には、と篠は震える声で答えた。私には、お返事ができません。待っていたのでしょうか。そうではなかったのでしょうか。私には申し上げようがございません。けれど、ただこうは思っておりました。杉谷様はいつか本当のお姿を見せてくださる。私の存じ上げている杉谷様の本当のお姿を。そう言いかけて篠は両手で表を覆った。人間は信じ合わなければならない。人を信じる。それがあらゆることの始めである。篠は今それがいかに大切なことであるかを確かめた。そしてこのように真実が確かめられたことに比べれば、8年の年月は決して長すぎはしなかったと思う。彼女がささやくような声で言った。篠様、近いうちに伝三郎殿をご案内して参ろうと存じますけれど、あなた、嫌とはおっしゃらないでくださいましね。篠はかすかな、聞き取れぬほどの声で答えた。はい。もし杉谷様が、それをお望みなさいますなら、